第95回全国高校サッカー選手権大会佐賀大会の組み合わせが16日決まりました冬の全国大会出場をかけて37校が熱戦を繰り広げます連覇を狙う佐賀北高校や佐賀県総合体育大会で頂点に立った佐賀東高校が優勝を狙います 他にも佐賀学園高校や龍谷高校などシード校を軸にした優勝争いが予想されます。